いかにもナポリチックなパスタですよね。はい、チャオこんにちは。今日もパスタ作っていきます。今日はね、娼婦風パスタっていう、まあプッタネスカなんだけどさ、あ、それ作っちゃおうかな。材料はこちらです。まずトマトソース、これはトマトピューレですね、パッサータとも言います。それからアンチョビね、これね、あの塩漬けのケッパーなんですよ。珍しい塩、塩漬けのケッパー。あとはこれがね、ブラックオリーブね。そして、こいつがニンニクとかスパイスをちょっと、唐辛子中心かな、それを混ぜ合わせた乾燥のスパイスミックスです。もしなければこういう生ニンニクと普通の唐辛子の輪切りとかでもいけます。これが塩漬けケッパーですね。通常売られてるのは酢漬けのケッパーが多いんですけど、これは塩漬けになります。こいつをまず水で戻すんですね。これでしばらく置いとくか、もしくはもう揉み込んじゃって塩を抜かなきゃいけないですね。結構塩辛いんでね。これはお花のつぼみになります。ケッパーっていうのは小粒なほど美味しいですよ。オイル漬けのアンチョビを取り出して、1人前で1尾ぐらいですかね。これをカットしていきます。ザクザクっと。このまま生でもこういうオイル漬けのアンチョビは食べれるので、そんなに火通さなくても美味しくいただけますね。このイタリア製の唐辛子って結構辛いので、まあ一人分 0.5 サージぐらいですね。ここにオリーブオイルを入れて火をつけます。さっき水に浸したケッパーをちょっと、これ大きいので刻みますね。小粒の場合はカットしなくても大丈夫。すごくね、お花の香りが実はいいケッパーはね、するんですよ。それがこのパスタの魅力でもあります。で、刻んだらこれをフライパンに入れていきますね。ここにアンチョビケッパー入れますね。そしてブラックオリーブも、さらにちょっと強火にして白ワイン、これしばらく炒めます。パスタの茹で汁作ります。塩分濃度 1.5% ぐらい、まあこれだいたい2リッターぐらいなんで。で、ここにパスタを投入ね。はい、結構炒まったので、ここにトマトピューレね、入れます。これでまたパスタ上がるまでずっとこのまま炒めていきます。よし、はい、パスタ茹で上がりました。さっき作っていたソースに混ぜ合わせます。ちょっとまだアルデンテで硬いので、1分ぐらいゆっくりこうやって混ぜ合わせながら、トマトソースをパスタに吸わせていくイメージで混ぜてくださいね。
結構辛いのでチーズ途中で混ぜまして、最後も仕上げチーズまたかけます。完成です。今日はロゼワインじゃねえや、ロゼスパークリングワインを用意しました。前回の動画でもちょっとお見せしたんですけど、スパークリングワインの開け方、まあ景気よくポーンってね鳴らすのもいいんですけど、スマートに行くにはここですね。今わかりました。クッとひねるともう開く予感がするんですよ。そのままゆっくりと回していくんですね。こっちね、右手に注目です。で、これを寄せみます。ではいただきます。いいね。さてぶったんですかね。いますよ。濃厚な、いかにもナポリチックなパスタですよね。うん、まあ、へ、はあ、辛いんですけどね、美味しいですね。大変よろしい。ごちそうさまでした。さて、じゃあなんでこのパスタがね、娼婦風パスタと言われるのか、ブッダネスカ。娼婦風という理由はですね、いろんな理由、理屈があるんですよ。まあ、一つには、あまりにも美味しすぎて病みつきになっちゃう。まあ、続婚の娼婦が一人いたら、もうやめつけになっちゃうでしょ。で、それがまず一つの説。あともう一つありまして、それは忙しい娼婦が、まあお客様を相手にする間の短い時間で、パパッと手早く美味しくできるように作ったと、まあ言われてると。どっちが正しいのかわかりません。まあ、そのようなあのネーミングのパスタ、それがプッタネスカなんですよ。辛いけど、なんだろう、アンチョビと、ブラックオリーブ、そしてこのニンニク、ね、この3つのコラボレーションがまあ美味しいわけですわ。プッタネスカみたいな素材のピッツァもやっぱ人気ありますね。やっぱり同じような素材を使って、まあ、それをピッツァの具材に乗せて焼いてるんですけど、まあ、そういう、プッタネスカ今日は作って食べてみました。あ、大変本当美味しかった。これはね、簡単だからぜひ作ってみてくださいな。ではまた、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャオチャオトゥットベネチャオ。